めっちゃ黄色ない目やばい、でも治りかけらしいからいいねんけど。真っ暗？そう。何してんの？なんでそこでやってんの？そこはいいの？はい。ショールーム私ログインできるかな？見えてる。終わったです。はい、ログインしなあかん。どこですか？私のショールーム。ショールームの入られへんねんけど、久々でした。久々、なんかいりましたっけ、いるログインのスワードみたいなやつ。こんにちは、どれどれですか。ちょっと道理ですか。あった、はい、うん、この前もねそうなんです、この前も入らなかったんです。明日開幕やでって伝えてって言ってた。はい、そうです。何がですか？野球、うん、え、あれって年中やってるんじゃないですか？違うの、一回休み挟んで、また優勝決めるシーズンが始まる。いけたよ、いけたいけた。なんこれ独り言言って本当に。うわ、これはお茶漬けです。やば、鮭は入ってます。こんにちは。オッケー、来た。ベスト富士。みんな見てくれるんかな、久しぶりは。さくらちゃんのうちした。こんにちは。見てるか、あ、来てる来てる。さすがね、皆さん、私久しぶりなのに来てくれてありがとうございます。こんにちは、おはようございます。こんにちはこんにちはこんにちは、あ、揺れてるよ。こんにちは、見てください、ちょっとスタバチケットゲットしたので、このベンティー頼んじゃいました。すごい頑張りますね。頑張れる、え、どういう負けてんの？マジ？昨日さ、夜見に行こうと思っててんの。ねえ、話そう。何話そう？どうしようかな。中身はブレ、あの、あれです、ブラックティーにホワイトモカシロップとブレベミルクとハチミツを追加してます。有名なやつじゃないですか。うん、ほうじ茶クラシックティーラテの。え、あれめっちゃ好きだったんです。そう、私もだからずっと飲んでる、ね。でもちょっと似てるけどちょっと違いますよね。うん、昨晩のことなんてさくらちゃんって呼んでるうまっ、うますぎて草、うん、NNB48 のオフィシャルサイトのトップが変わった。そう、見ました。私も人がいっぱいでしたね。うまい、ちょっとナチュラルで。
3月ラスト。こんにちは。目落ちる。いつも落ちてるけど落ちてないわ。さくらちゃん柔軟剤の匂いします。先輩は隣にいるだけで緊張するんですよ。嘘、はい、緊張するの、はい、私に、はい、うまっ。私も緊張したな、先輩の前で。あ、どうする？ニカさん、今から2 3で3、はい、メイクの順番です。3番。4期生さんも緊張する？ジヒ怖いよって、どんな質問してんねん。怖くないです、本当に優しいです。どんな質問してんねん。私あのルームスを昨日更新しました。アクティビティっていうブログみたいなとこ。うん。Yes、アベンジャーズの T シャツ。3ヶ月ぶりに公演行きます。おお、ありがとうございます。公演ってさ、なんか今日おまけ募集ありましたね。私がご飯食べに行ったことある、葛城さんがコーチしてたとかって気がするな。元阪神の葛城さん。だから昨日3月最後なので頑張ります。便秘。もうね、春休みが終わるんですよ。寂しい。春休み？春休みです。長かった大学。長いです。長いんか。1月の終わりぐらいからずっと休みでした。休みというよりも休学みたいなもん。確かに。野球はトラテレかダゾーンで。次3回生です。無事進級できました。いいです。いい調子でね、単位も取れてるんで3年も頑張ります。最近タピオカ飲んだ。私飲みました。でもタピオカ屋さん行ってもさ、はい、私タピオカじゃなくて中でココトッピングする。入れてください。タピオカなんか歯疲れそれは美味しいんですよ。歯疲れるねんな。ちょっとでもさくらちゃんとまたタピオカ屋さん行きたいと思います。はい、あめっちゃ好きなんです私。どこのやつが好きなの？ゴンチャです。わいいね、はい、その謎でここが一番美味しい。美味しいですよね、うん、何飲むんですかゴンチャで？あのあれウーロンミルクティーみたいな。あ、合うんですか？合うよ、フルーツのやつには入れるんですけど。フルーツ？アリスさんマンゴーティーエールみたいな、うん、詳しい。なんか学生証を見せたら安くなるんですよ。ウーロンミルクティーも400円ぐらいで飲めます。タピオカ入れて。さくらちゃんと行こう。どうした？サミがどうした？でこっち来た。配信しに来ました。こんにちは。こんにちは。明日は東京ですよ皆さん。東京の人手挙げて。同い年、嬉しいです。ボリュームになっちゃった。ミヒ、そうミヒ来た。ミヒが来た。わあ。サクパンマン。うわあ。やばい、花粉症の薬買うの忘れてた。切れたのに。くそー、あれしよう。くそー。たくあんはね、でもあんたのショールームしてるんですか？辛い、それは最近いっぱいしてくれてね。買うの忘れたって思ってしてくれてるって。お前のためにしてるんじゃない？1日2は行ってる。なんか取ろうとしてるらしい。
かわいい。1位目指してるし、これかわいい、めっちゃ見に行ってる。かわいい、自分のタオル飾ってる。かわいい、かわいい。あれじゃん、見たやばい。シャローム、ヒダム、ショールーム、そろそろ黄砂もやってやばい、やばない、やばいです。花粉症みたいなもん。え、めっちゃ、え、花粉症じゃないんですよ、私。で絶対そう思ってるだけで花粉症やって。秋はね、なるんですよ。え、秋はなるんです。秋花粉、秋花粉な、はい、今は全然です。はい、みんなも杉はないです。杉ないの、はい、私何があるか分からへん。なんなん、みんなはヒノキ。うん、間違えた。ヒノキ風呂とかじゃ無理やん。無理です。無理です。こんにちは。そう、ブタクサの花粉です。あ、一緒や。でもみんなも、え、雑草やんな。うん、ハートありがとうございます。言うてくれたら買いに行くから教えてやって。優しい、気持ちだけもらっとく。優しい。お前は片岡さんの家の風呂入られへん。お前やで、ボサボサ。お茶漬けです。本当スプーン欲しいのになって、めっちゃ大変。ないよ。うん、ジローよラーメン食べた。うわ、羨ましい。え、ジロー食べたことない。まだまだ。うん、美味しい。食べたい。こんにちは、連れてって。うん、行こう。で、この前サクパンとリサのパン食べに行ったんですよ。食べたな。美味しかった。こんにちは。今日の髪型決まってないから、ミッヒーとお揃いにします。やったやった誰にやってもらったの、それ。ホッタさんです。あ、一緒や、メイクさん。ホッティにやってもらおう。やったぜ。でもここの三つ編み、私苦手なんです。豚山はね、初心者さんでも行きやすいです。並んでないですね。涙袋、クマですか。どっちもですね、多分。涙袋でめっちゃあるんです、私。豚山は見てください、今日は最初に行き、最初じゃない、2回目ぐらいに行きました。レールお母さんにしてもらいました。店員さんも優しいし、チャーシューはめっちゃ柔らかくて美味しい。食べてほしいみたい。レールを昨日の夜にお母さんにやってもらって、うん、怖い。ほんまにとこかな、春休みも終わるよな。もう泣けるねんけど。やばい、ほんま泣ける。4月こんにちは。入っちゃう。こいちやん、やば。こいちやん。デビューや、デビュー、デビューしちゃえ。ここ話しとけろ、話しとけろ。で、人見知り、でもなめへだな。人見知りやねんけど、初対面無双するから。うん、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 そう。初対面だけ。マジ最初が大事よな。うん。頑張ってな。教えてな。どうやってた。今日は何できたでって。人生。友達作りますが、私の人生なんで勲章って。やば、まだ3連覇あるの、やばいな。一気にしたのさ、コロナ終わってるから。そうだね、文化祭とか。うらやまぴ、うらやしい。なくなったわし、2回。いや、でも小学校の修学旅行なかった、うん、え、小学生その時、やばい、それやばい、それやばい、めちゃめちゃにやっぱやばい。わし高2と高3やその時、やばい。小6とか勝負でした。やば、マジかマジか。なんかちょっと悔しいな。みんなポジティブにいきましょうよ。小5が途中で終わって急にね。はい急にな。小5は、うん、あの休校になったのが小5やって、あで急に終わって願掛けのために、でブサトーク小6。高1ってさ、なんか何引くと禁止最初に。え、分からへん。自分あってん。あ、そうなの。カヌーした。カヌーカヌー、うん、カヌー。いいな、クラスで楽しそう。教員大チャンス。ポジティブにいきます。ポジティブな人。はーい。あれみんなネガティブやった。ネガティブです。ネガティブです。なんで、なんでちょっと言われたらシュンってしちゃう。はい。なんでよ、言われてるうちが花やって。え、そうですね、そうですね。言われすぎてる。そんなことない。最近めっちゃ成長してるもんな、さくらちゃん。全然です。松岡さん、ネガティブクイーンです。私、え、MBTI なんですか。 INTP。 あの、討論学者みたいな。すごい、論理学者。あ、そうです。かっけー。論理学者です。何、しかもあの、冒険家。
冒険家 ISFP、はい、なんかそんなんです。みんな愛ちゃん、ここ私も愛です。 INFP、 そう内向的やねんな。はい、愛ってな、うん、E がコジリンとか、ゆうちゃん、マイティ、マダミュー、あーぽいですね。いや、めっちゃぽいです。ワテラってめっちゃうるさいんですよ。そう、ワテラいいばっかなんですよ、ね。すごい。ぽいですね。でも聞いた。いいになったことない。うん、私もです。どっちもいけるタイプな気がする。私昔はネガティブでした。へえ。I ですね。INTP。意外とね、こんな感じやけど I です。みんななんて INFP 何に本部した仲介者。へえー、おとなしそうやな、なんか、うん、ネガティブ第一やった。あれじゃん、日本人に多い。そうです、一番多いやつやん、ね、そうです、だから作パンとめっちゃ似てる、うん、同じみたいな。ひょめ特徴めっちゃ当たってた、うん、どうしよう。わかる、めっちゃ当たってますよね、うん、めっちゃ当たってる。でも初めて言ったここで INTP って、初暴露。覚えていてください皆さん。プロフィールに書く人多いよな最近。確かに、うん、みんなも書いてます。書いてない、書いてる。 LINE の捨て目に。捨て目って何？あの一言みたいなプロフィールの。あれ捨て目って言うの、はい、違かった。やば、すごい時代や。わかんないです。ステータスメッセー ジ、あー自分のステータスを書くってこと、はずないのこれ。すごい、なんかクラスとかみんな書いてるんです。一年何組とか、はい、へー、出席番号とか。やばけやみひな。なんですごい、それで把握するんや。 MBTI いいやん。でも初めて知った。ファンの人もわかんないですよね。てめって何？すごい。てめあったな、うん。今まで何も書かへんすぎやってんけど、なんか MBTI。自分の時はめっちゃみんな書いてた。うん、書いてる子多いよな。ちょっと黒歴史。いや、わかる。初見よね。ほら初見って捨て目知ってるって若いんだねあなた。若いんですよね。わかるわ。22歳ね、ギリ若いんじゃない、まだ。22?20 です。20か、はい、20か。キヒさん何歳ですか。今年26なる。うん、今年26ですよ私。だって14ぐらいで入ったよこの、ほぼ半分ぐらいいますね。確か、確かに。すごい。どうしよう、どうしたらいい。もう26よ、頑張ってるでしょ。ねえこの若い子、何歳ミヒ。15歳。やばい、若すぎる。11歳も違う。はい、そうです。今年15。いや、今年で16です。10歳か、じゃあやばいって。そうですね。ほらちょっと話合ってるのが怖いよね逆に。ちょっとでもまあ捨て目は分からんかったけど、すごい私頑張ってる。みんな偉いね、みんな偉いよ。ミヒと同い年だって。すごい、すごい、わぱわぱ、うまい。え、今日平日？春休みか。春休みです、うん、春休みだって。何歳ぐらいから公園しんどくなりました、体力的に。22とか。ああ、あと2年やん。2年。もう今じゃもう4曲だけでしんどいよ。みんなでもしんどいと思うけど、うん、立て直しが効かなくなってくる。立て直せるようなユニット挟んだらさ、うん、なんかよし今から本気で頑張ろうみたいな。いや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 無理やろ。アンコールとかいや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 。いやでもねそれでも楽しいからできてるんですけど、うん、
でも N シップは疲れないです、うん、あんまり。何が疲れる一番？ B2。 ああ。うん。何言ってるの？いやでも楽しいです青春めっちゃ。いやそれは若いからね。いや楽しいけどさ、なんか何やろ、ペース配分を考えちゃう。うん、なんかここでこんだけ体力を使ったらここを持たへんから、うん、ここはどれぐらいのなんかペースで頑張ろうみたいな、なんか体力の配分を考えちゃうから、うん、全力は表情だけ。気持ちは全力やけど全力で動いたらもう持たへんから、それを考えるようになった、うん、分析、うん、それがなんか、あ、成長したんか年取ったんかどっちかなって感じ。アロハルヤバいと噂、ヤバいんやね、やっぱそう、だからシンシンとシオリンすごいなと思うよ。シンシンさんめっちゃ細いのに、うん、うん、すごいですね。ね、シンシンさんの話もったらめっちゃ食いつくよ。うん、シンシン推しか。はい、うん、かわいいですシンシンさん、うん、かわいいよ本当に。同い年見えへん。ああ、そっか。え、同い年でした。うん、ね、そう、あの本当にだからね、ファンの人にはたまにお話するんですけど、ここでこんだけの体力使って、次こんだけの体力使ってっていう話をするの。ね、私が最後までめっちゃはっちゃけれるようにするためには、そのこんだけの体力で頑張ってるよっていうのを知っていてほしい。こんにちは。ジンクスはやばいですね、いつも、うん、ジンクスやばい。私もう本当にしんどいですね。しんどい、うん、2A 座れるじゃないですか、うん、確かに。それでちょっとなんか蓄えてますね。でもジンクスは終わるの早いからね、いつもやばい。でも、うん、そうよ、もう気持ちは先発投手よ。どの回まで持つかみたいな。分からんな、ごめん。みんなで野球見に行こうやん。はい、行かへんのこれ。全然ルール分かんないです、うん、簡単でした。あ、簡単じゃん、むずい。でも見てる分には楽しいかも。そう、野球ハラスメント。野球ハラになら、野球ハラってのは嫌ね。野球ハラスメントにならないようにしないとね。あ、そう、ミカナに誘われたの、野球。珍しくない？やばい、そのタイプじゃないと思ってたけど、ルール知りたくて。かわいい、かわいい。だからミカナとケイトが今行きたいって言ったら、かわいい。甲子園のでもご飯食べたいです。カレーみたいな、うん、食べてみたいです。ご飯食べに行くだけでも楽しい、ね、うん、めっちゃ種類あるね、うん、今ミカナって言うけど興味あるのね。知らなかったけどあるみたい。まあでもみんな一緒に見に行くのが楽しいから。15分経ったんで誕生日見ます。地味な作家が読み終わったらやめます。15位、よしかずさん、ありがとうございます。14位、あきら、台湾さん、ありがとうございます。13位、ラーファさん、ありがとうございます。12位、ピーリスさん、ありがとうございます。11位、KR3 さん、ありがとうございます。10位、まさやさん、ありがとうございます。9位、あっすーさん、ありがとうございます。8位、せいちゃんさん、ありがとうございます。7位、ゆみちゃん、ありがとうございます。6位、ペンペンさん、ありがとうございます。5位、チトワドーナツさん、ありがとうございます。4位、奈良のあさぽんさん、ありがとうございます。3位、ちひらーさん、山口県民さん、ありがとうございます。2位、しのぶさん、ありがとうございます。1位、さくらさくさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。では終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。